目標は最終。ビニアリスか。ってことは大敵に寄せられるってことだな。ビリビリ中学。そういえば破壊って言ってたけど、データは持ち帰らなくていいんだ。ゲラビのセキュリティは、どうせデータじゃ突破できねえからな。壊しちまう方が手っ取り早えのさ。 ここも雷撃に使えば足場を引き寄せられるんだけどな。トゲには気をつけろよ。まあ即死じゃねえんだな。昔はそういうのもあったんだよ。はっ、 ものすげえ気力が出てるね。雷撃にも使うと天井に引き寄せられるよ。その仕掛けを利用して先に進めねえか。マグネットパワー。
な。スメラギはこの国の政界にすら影響を及ぼさない。その機密データを保管するこの場所は何としても死守したいと思って。データバンクだってこんなに電磁場バリバリでいいのか。どういう意味？ああ、お前は分かんねえか。昔の記録媒体ってのは弱かったレトロコレクターな俺としてはこんな場所にデータを保存していると思うとついなジーノは何歳なのさ。お前のゲートモノリスだ。とっとと破壊しちまおうぜ。メインサーバーのある部屋はその先だ。スキデンがガンボルト。お前は小生は次回剣の彼らこの施設を託されし森人で候。小生は任務だの正義だの御託を並べるつもりは。ただ強者と名高き貴殿との戦いぬぬおさあ参られい。貴殿の雷我が知力の拳でひねりつぶす。またこういうのが出てきたな。抵抗するというのは僕を警戒し元より手加減無用。本気の貴殿と戦いに臨む。これで何の意義もござらん。青き雷帝と指揮された貴殿のダイナラーその本気をヒーリングボス。よっ、たぎる、たぎるぞ。受けよ超獣自爆祭。はっ、おお、爆発資産。よっ、飛ばしアームドブリースパーク回路満足。あとはこの部屋のデータを。破壊する手間が省けたな。おう、ならあとは脱出するだけだ。そうだシアン。ねえ GV にとってアシモフさんってどんな人？アシモフか。僕が所属していたチームシープスのリーダーで真面目で堅物だけど時々突拍子もないことを言う人かな。僕に両親はいないけど父親と呼べる人がいるとすれば多分アシモフなんだと思う。アシモフが聞いていたら私はそんな年じゃないって拗ねると思うけど。親か、私にはわからないけど、そんな人がいるっていうのはとっても素敵なことだと思う。